今日も、えー、遅くまでありがとうございました、えー。もっと実は遅くなるかなと思ってですね、あのえ皆さん今日帰られますか。お泊まりですね。あの結構あのスタッフも含めて東京に帰れないかもしれないと思ったんですが試合数多かったんで、えー、思いのほかあのスピーディーなあの興行というか大会で。 あの前半の特にキックの選手たちもの,です、ね、あの今日はやってやろうという強い思いを持ってみんなリングに上がったことがこうモチベーション高くです、ね、あの上がってくれたことで、えー、白熱した試合展開が続いて興行、まあ、ってこうあの過去の、見てきてもやっぱりこう前の試合にき引っ張られるところ伝染するところがあるので。 えー、そういう意味では前半戦は特にすごくテンポのいいあの試合で過去最速かもしれないですね、えー、2時間で9試合消化するという、まあ、あの皆の前に向かって毛を1本あの取りに行くという姿勢が、えー、見る人たちを魅了するような、えー、毛あの完全決着の形で前半戦は続いたかなと。 まあ選手たたちに感謝をしたいとそう思ってます、えー、次にこうステップアップする、えー、勝ち方をした選手たち含めてあのキ,ックキックの試合は、まあ、いずれにしても当初言ってたみたいに6月に予定されてる武尊天津戦の、えー、大会は基本キックの試合が、あのー、中止になりますからそこにこう。えー そこの視野に視界に入ってこれる、あのー、実績というか、えー、活躍を見せた選手も出てきたかなというふうでに感じましたでまああのー、今日の、えー、全体的な総括の中でいうとパフォーマンスオブザイヤーはもうドミネーター選手まあ彼のまあまあ 彼もちょっと勝ったあと言ってましたけどアウェーの空気の中アウェーで萩原恭平を応援するファンが多い中みんなを震撼させるというですね、えー、ドミネーターというあの自分のミドルネームを字でいく素晴らしい、えー、アップセットというか素晴らしいあのみんなを効率化せる 決着まあ、格闘技のダイナミズムをしっかりメインの仕事を見せてくれたことに、あのパフォーマンスオブザナイトのあの称号を送りたいとそう思っております。えー、まあ、工事選手、梅野選手できれば完全決着で、えー、決着がつくといいなと思ってはおりましたが、まあ、少なからず。あの。 主催者側からするとバッティングという、えー、形で2試合目もまたあのファンの人たちの, <laughs> あのこうなんていうんですかねもやもや感を生むような形のにならずに試合としてはきちっと成立したことにまずほっとしてるのと浩司、まあ、選手が、えー、トーナメントみたいなあの全く1ミリもこう彼の言葉あの試合前の あの話からはそんなことを考えてるっていうふうに思ってなかったのでまあ,あのゲリラ的にまさにぶち上げてあのましたけども全くあのそれがきっかけで転がる話もあのこういう世界なんで実際あったりするんですけどね、えー、まあ無理だろうと、まあ、無理だろうなっていうふうに思って。 ではいますけどこれも含めてもうあの僕らはまあ,あの素養がありますけど当然今回ライジン主催でやるものでは全くないので僕もあのライジンという立ち位置で関わるわけではなく「あのドリームファクトリーワールドワイド」っていう、まあ、ライジンを主催する、えー、立場の中で、えー、関わらせていただくものなんで、まあ、皆さんのコンセンサスが。 ああいう形でリーリラ的に発信したことが受け入れられるかどうかそれはあの僕のもちろん一存でも決められないのでえ多くの人たちの関係者のえご意向を聞いた上でのえ発言回答しか今日の時点ではできないかなとそう思ってます。まあ、あの今年あのまだフェザー級で行くのか フライ級でいくのかワールドグランプリでいくのかジャパングランプリでいくのかまだまだあの、えー、そういう意味では主催者としても決めかねてる、まあ、このでも3月4月の、えー、結果をもってどういう形にするかっていうのはあの明確にしていきたいという中で今日フライの試合3試合組みましたけど、うんあのー、フライ級ならではの、えー、面白さというかあフライ級もまだまだそういう意味では。 フライ級でいうところのじゃあ桜クルは誰フライ級でいうとこの斎藤豊は誰とか萩原は誰とかって逆に全く多分フライの中で言うと選手たちの名前と顔が一致する選手って日本の中でもライジの中でもまだまだ少ないと思うんですね。だからあえてフライ級でグランプリやるのもいいのかなと。まあ、グランプリとかでもやらない限りなかなかフライ級の選手たちにスポットライトが当たることもないんで、あのー、そんな ふうにあの思うというか内容的には十分ジャパングランプリみたいな形で日本勢で16人揃えても、えーみみまあ、見るに耐えるっていうと大変恐縮ですけど、まあ、十分ファンの人たちに格闘技の魅力ライジンの魅力を伝えられる、えー、メンバーが揃うんじゃないかなというようなふうには今日は感じました。まあ、のいずれにしてももまたそこもですね この後の4月の大会も含めた中で最終ジャッジをしていけたらいいかなとそう思ってます、えー、私からは以上ですありがとうございましたありがとうございますそれではマスコミの皆さんご質問ある方はいらっしゃいますでしょうかはいではお願いします お疲れ様です。文学とのお前半の,そのキックの試合の中であの、まあ、かなりインパクトの強い慶応がいくつかあったと思うんですけどその中でも特に印象に残ってるのはどれですか、うん、あのやっぱりシュートボクシングを代表して出てきてくれた笠原選手の,あのこうなんていうんですかねはじけぶりというかあのもちろん慶応決着いろんな形のものはあったんですけど僕の印象に残った選手は今日の中でキックの中で言うと。 えー、笠原選手まあ、ドローにはなったけど、まああの？んん、少しこう。何て言うんですか？戦う上でのメンタルというか、あのハングリーさが少しあの見えてきたのはタイガーかなという感じがしました。あの、大河選手も持ってるものはあの素晴らしいものがね。あるし、もう k-1 のあのチャンピオンにも若くしてなってるし、その後 r i z i に来てからなかなか。 こう彼がなんてうんですか、ね、相手を倒したいというかです、ねうん、そのこう気持ちの見える試合ってなかなかなかったんですけどもあの本当に勝ちたいという気持ちがあの,あの試合には出てたんで、うん、タイガーもまあ印象には残りましたけど今日あの新しい形で出てきてくれた、まあ、初参戦の中で出てきてくれた選手でキックの選手でいうと笠原選手は。 あのすごくビッグインパクトを残してくれたなというふうに思っていますあと、メインで勝利したあのドミネーター選手なんですけど、まあ、おそらくまあ仕事との不ね合いもあると思うんですが、今後、どのようなこう路線を敷いていきたいと思っていらっしゃいますか、うんまあ、本人、リング上でも言ってたみたいに、格闘技に宣伝するとは宣言してないんで,で、ね、多分有給との調整もあると思いますが。あの 非常にこうユニークなというかです、ねうん、フ,ラあのフェザー級の中でいうとまあすごくこう人気急上昇赤丸付きの萩原恭平にああいう形であの一本で勝つっていうのはいずれにしても、まあ、フェザー級来ジのフェザー級戦線では欠かせない存在としてあの地位を築いたと思うんで。またそのの有給の調整 にもよりますが、ええー、近々またオファーをしたいなというふうに思っています。あの、敗れた萩原選手なんですけども、ここで敗れてしまったことによって。その、まあ、平本戦というのが実現する可能性が。どうなん,ですがなんか、敗れた者同士でやっても、僕はなんかパンとしないかなと思っていて。うんと、ちょっと萩原選手とも話をしなくちゃいけないですけども。 ま,あまだまだ本当に,こうにあのいいものは本当にたくさん持ってるしただ実績としてのこう積み上げ方とするとやっぱりまだ足らないというかあの例えばディープでとかシュートさんでとかパンクラスさんでとかあの海外のプロモーションワン、まあ、でもいいんですけどいろんなところでしっかりキャリアを積んできて。 MMA ファイターとして、えー、バランスが取れてる、えー、実力があのしっかり備わってるっていうところにはもう一つなんだと思うんですねだからまあ,あのキャリアを積むべきだし、まあ、勝ち負けではないところでいろんなチャレンジを萩原選手にはしてもらう必要があるかなというふうに思うんで、まあ、これはあの、えー、平本廉選手とももう多分、うん、その。 どの段階にあるかは別としてまだまだコンプリートファイターにえー行く上ではキャリアを積まなくちゃいかんそれはトレイ練習をして積んでいくっていうのもそうだけども戦う中でそういうキャリアを積むにふさわしい相手と戦う必要があるかなと思うんで少し相手も選んで怪我の状態も見てえ早いタイミングでのえ再始動を。 あのさせてあげられたらいいなとその相手はひらもと連ということではなくですね、えー、しっかりキャリアアップしていく勝ち負けを超えたような相手で待ちま待ちメークしていいんじゃないかなというふうに思いましたあと東京2連戦次の4月の東京2連戦に関する、えー、とまあインフォメーションは、まあ、次はいつぐらいになるかなというのとあとすっごくと申し訳ないですけどあのメガイベントの方の進行具合はどうなってますでしょうかはいえっと とりあえず東京の2大会はもう1ヶ月を切ってますので、えー、っとこの連休明けだから明日お休みなので、えー、週明け早々ですね22、えー、2ってことはないか23日ぐらいにはあのー、また皆さんにご案内をして記者会見をして、えー、追加カードの発表を、えー、しっかり良いイベントともしたいとそう思ってます。 でえー、っとメガイベントの方はやっぱりあの今言えることがないのでノーコメントをまたあの復活させてですねノーコメントというふうにさせていただいてただまあいずれにしても4月ライズさん k 1さんあのビッグイベントが控えてますからあのそこを見据えていろんなことが。あの まあ見えてくる、決めていく。べきタイミングかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい。ではお願いします。すみません、三ページの本号です。菅さんでした。あのう。高州梅野線の後梅野さんが。ここのま会見で。彼はそのジャッジへの。 不満をまあ、リング上でも不満の表情をされてました彼の不満をぶち上げられまして、まあ、あのそのコージ選手の,そのスポンサーとか人気とか、そういうものがあの判定に反映するようじゃあのおかしいとか、まあ、さらにあのセコンドや選手同士が一番どっちが勝ってるか分かってるというような。 まあかなり長い時間不満を訴えられたんですが、まあ、今回のジャッジについての、まあ、坂井さんの言える範囲での見解といいますか、まあ、その発言はまだ聞いていらっしゃらないと思うんですが、まあ、何かあの具体的な意義を申し立てるとかそれアクションについてはあの今、検討している段階ということだったんですがちょっと意見を聞かせろ。なるほど あの僕常々思うんですけどあの本当に多分今日もスプリットディシジョン多かったと思います人がつける当然クライテリアがあってつけますであのジャッジに文句言うんだったら3分3ラウンド時間があるんだから完全決着つけろ、うん、選手たちに、うん、あの僕はそこでもうジャッジがどうついてももうそれはもう右に上がるか左に上がるかそれいらしたらこの競技成り立たないんで だったら3分3ラウンドの中で自分が倒れるか相手が倒れるかっていうやるかやられるかっていう試合を僕はすべきだとそれは酷な話だと思いますけど当然ジャンジに文句言いたいと思います逆だったとしても文句が出たと思いますしそれは僕競技とプロモーターとして競技はもう全部競技運営に委ねてるんでプロモーターとしての忖度は絶対働かない働かせないってことはもう僕ルールミーティングでも もう回言うんですね選手に前日のルールミーーミティングでだからそこには僕らの意図とか意向は逆にあのこうしてほしいああしてほしいってプロモーターとか主催者的な意向って当然あのいろんなスポンサーさんとかいろんな方がいらっしゃるのはあってのことではあるんですけどそんなところに忖度してたらこんなもん続かないんであのそこはもう福田さん以下にお任せしてることなんで、まあ、クレームがあるんであればそこは。 レフェリージャッジ陣に出していただければいいと思いますけど酷なことを言うようだけどあのそこはもうあのこれまでもどんなスポーツでも必ずあるんですねそういうあの、えー、ジャッジに対しての不満はでもまあ,あの格闘技においてはその限られた時間の中で完全決着をつけるそうなるリスクをがあるんだったらもうルールミーティングで完全決着ルールを ルールレフェリー自陣にじゃあ答申するべきだったかもしれないしそれを主催者に掛け合うべきだったかもしれないし、まあ、我々を信頼して当然リングに上がってくれてることでもあると思いますので納得するまで競技陣と梅野選手とで陣営であのやり合ってほしいというか確認し合ってほしいと思います。 ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい、ではお願いします。じゃ、すいません。今の件の補足というかあれなんですけど、今までその r i z i の中でその判定に不服をその唱えたというか抗議してきた事。例っていうのは今までは1回かでもあったんですか？まあ、まあ、あの今日のあんな今の梅の選手の抗議の意向とは別に。 今日の結果においても何当然あの昭選手の試合で昭選手側からも「はいはい、こんなのありえないよ」みたいな話はあるんですよ。はい、まあ当然だからその時はみんなあの選手もそうだけどセコンドでもう今試合終わった直後で暑くなってるじゃないですかだからまあみんな一日眠って冷静になってもう一回その映像を見返してみて。 それはあの僕らも真摯に向き合いますんであのでジャッジ陣はですねジャッジとかレフェリーチーム競技運営はだからそことあのしっかりあの話し合う形がいいかなと思いますけど、まあ、これはもう過去の歴史においてもむちゃくちゃゃくあります梅、ね、野選手はその要はメリット、デメリットを考えると文句を言えない状況があるみたいなことも会見でおっしゃってたんですけどじゃあそんなことは一切ないとうう。 いやないですよだからどんどん文句言ってくださいそん,ななんかそんななんか妄想をしないでくださいだから今からでも別にクレームがあるんだったらうちの競技人が向き合いますから何においてどういうことが自分たちとして納得が今のジャッジにおいていかないのか,だからそれは毎回あの紙で出してもらって言えるそんな,なんかもう,うこれを言ったら何かされるとかなんていうことも何もないので。 うん、あの、それはこの競技を、さらに良くしていくためには。そんなところに、あの、なんか、もやもや感を、梅野選手が残した、梅野選手側が残してほしくないと思いますんで。ぜひ、やってほしいと思います。分かりました。ありがとうございます。その他、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ご質問よろしいですか。はい、すいません。あ、そこまで、ありがとうございました。また、来月もよろしくお願いします。